はい、それでは副という文字、この文字のポイントをやっていきたいと思うんですが、この文字のポイントになるのがずらしのテクニックになるんです。このずらしのポイントになるのが、この他のパーツ、これを少しだけ左側に寄せてあげる。このずらしをつけると非常に安定的にかつスタイリッシュになってくるので、このずらしのテクニック、これを少しつけてあげるとこの文字非常に良くなってくるんです。で、このずらしのテクニックというのが、実はこの副という文字だけではなくて、他の漢字でも使うことができるんです。このずらしの理論を使うと他の文字でも有効になってくるので、ぜひこのずらしのテクニック、ずらしの理論というのを押さえていただくとかっこよくなっていきます。で、このずらしのポイントというのを見てみるときに、まず重要なポイントとして、これ上と下にそれぞれ四角形が出てくるという時がポイントになっていきます。この口とたそれぞれパーツとしては変わっていますが、ただ四角形としては同じになります。なのでこの四角形2つが出てくる時というのが一つ重要なポイントになってくるんですが、これ2つのこう四角形が出てくる時というのは、なんとなくこう上の口の中心に合わせて下もしっかりと中心合わせた方がいいんじゃないかなっていうふうに考えてしまうんですが、実はこの中心を通すということをしてしまうと大きな問題点がある場合があるんです。というのが、これ上に横線を描いていくと、この問題になるのが右側の張り出し、これが少しですね右側にずれてしまう、少し張り出してしまうんですね。そうすると次書く右側の立頭のパーツ、これが右側に少しずらされてしまう。そうすると文字全体的にこの字幅、見幅が出てしまいます。しかも見え方としてちょっとこの左側、こっちがですね幅が出てしまっているので、全体的にちょっと太ったような印象で、なかなかスタイリッシュにかっこよく見えてこないという問題が出てきてしまいます。なのでこの、右側の張り出し感というのを、飛び出しをできるだけ押さえて、よいしょ、こういう風に書いてあげると、次書く立頭のスタート位置も少し左に寄せることができて、字幅が全体的にスタイリッシュにこう、幅が出てこなくなる。しかも左側がなんかシュッと見えているので、全体的に結構スタイリッシュに感じてきます。なのでこの右側の飛び出しというのが大きな重要ポイントになってきます。これをどれだけ抑えられるかというのが、このずらしの根本になってくるんですが、ここの部分でですねちょっと見てみると、この副のパーツというのは、いわゆる文字のですね左と右、辺と作りに分けることができます。この左側に出てくる時、文字の左側に位置する時というのは、基本的にできるだけ幅を狭くするというのがポイントになります。というよりも幅を狭くするというよりかは、右側の張り出し感を抑えるということが重要になってくるんです。ちょっとこの木片なんかを見てみると、こんな形でですね、この左側、ここはある程度飛び出してあげてもこう OK なんですが、右側なんですよ。こっちの飛び出し、張り出しをどれだけ短くできるかというのが、この木片の勝負になってきます。そしてこの右側の横線に合わせて、しっかりこの点も短く揃える。この右揃えをしっかりかけてあげることによって、文字のかっこよさ、スタイリッシュさが生まれていきます。ところがですね、ここの飛び出し感をちょっとこう長くつけてしまったり、点もこういう長くつけてしまうと、かなり木片が大きくなっちゃって、なかなかかっこよくならないんです。こういった辺のパターンなんかでいうとですね、他にも糸辺なんかがあります。文字の左側に出てくる糸辺なんかも、ここですね、上のこの角に合わせてしっかり合わせたいんだけど、こんな形でグッとこう飛び出してしまう。いわゆる単体の糸、一文字としての糸だったらこんな形でこう張り出してあげても OK なんだけど、糸辺になった時にこう張り出してしまうと、結構文字がですね太ったような印象が起きちゃうんです。なのでこういった文字の左側、辺に当たる場合というのは、基本的にこの飛び出し感をできるだけ抑えたり、あるいは右揃えといったような形で揃えをかけてあげると、そうするとすごくスタイリッシュにすっきりと感じてきますので、この右側とですね左側、それぞれ左右に出てくる左に位置するパーツというのは、こういった形でしっかりとですね揃える。この文字としてはそんなに揃えなくてもいいんですが、ただある程度上の角っこと揃えるぐらいにしておかなければいけません。多少出てくるというのはあるんだけれども、田んぼの田なのである程度はちょっと飛び出しちゃうっていうことはあるんだけれども、ある程度幅というのを制限してあげる。しっかり右揃えをかけてあげるくらいの感覚の方がすっきりとまとまっていきます。で、考えるとですね、実はもう一つ考え方というか案があって、これ書いていくときに右側もしっかり揃えなきゃいけないと考えると、わざわざこれ左側から長く飛び出さなくてもいいんじゃないかなと。細身に書いた方がむしろスタイリッシュになるんじゃないの、しっかりと右側を揃えた上で田んぼの田もしっかり細くする。そうするとなんか全体的に細身な感じがしてよりいいんじゃないかなっていうふうに考えちゃうんだけど、ただこれ見てみると明らかに不安定なんですよ。なので田んぼの田としてはある程度の横幅というのは出しておいた方が文字としては良くなっていきます。なので細すぎちゃうとちょっとこれはこれで良くないので、ある程度は横幅出しておく。なので横幅は出したいので左側は飛び出すけど、ただ右側に関しては、この辺りの荷幅の、地幅あるいは、全体の見え方の問題があるので揃えておく。そうすると非常に収まりがよく安定的にスタイリッシュになってきますので、このずらしというのをちょっとだけですね意識してあげるといいです。ただこれ、考えていくとですね、ちょっとこの中心感としてずれてるかなと思いきや意外とこう揃ってるんですね。ちょっとこの線が微妙にずれてるんですが、この口上の口から考えると田んぼの田の縦線なんかはほぼ揃っています。なので極端にずらすとは言っても、極端にこうずらしすぎてこういう風にしまうと文字として明らかにずれに感じちゃって、これはこれで、なんか変な形になっちゃいます。なのでずらしとは言うんだけれども、あくまでも、基本的な中心感というのはある程度揃えた上で、右側の飛び出し感を抑える。これだけなんですね。なので、この単純にこのパーツを左に全体をずらしすぎてしまうと文字としては悪くなってしまいます。なのでここはちょっと要注意な部分なので、あくまでも右側の飛び出しを抑える。これぐらいで、しっかりとですね抑えておくといいかなと思います。で、この服という文字だけではなくて、こういったですね、口とそれから田、あるいは四角形のパーツが上下に出てくるパーツ、文字というのが、いくつか出てきます。例えば、この横線と口、田んぼの田、この一つセットと考えると、他にですね、富、トムという文字があります。この文字なんかはむしろですね、実はこの飛び出し感とは真逆の形取り。この田んぼの田が少し右側にずれてるような形なんです。実はこのずらしのテクニック、ずらしの理論というのは、こういった四角形のパーツが2回繰り返される時というのがですね、中心を揃えてあげてもいいんだけど、むしろちょっとこの下の口というのが、左側でもなく中心でもなく右側にちょっと飛び出しがついているよっていう形の方が実は多いんです。こういった2階建て、この2つの口が上下に出てくる時というのは下のパーツがちょっと右にずれるというのが原則になります。これがあくまで原則なんです。ただこの服という文字では、これちょっと左にずれてますよね。これとは真逆の形取り。で、この理由になるのが文字の左側に位置しているというのが大きなポイントになるんです。これ右側に飛び出してしまうと、さっきみたいな形でこの作りの、パーツを邪魔してしまったり、ちょっと見え方が悪くなっちゃったりするので、こういった左側に出てくる時というのは、このような形で逆ですね、逆転する形で右を押さえて左側を飛び出す、飛び出すという言い方が正しいかわからないですが、右側を押さえるという形に変わっています。なのでこの文字のパーツ、がどこに、入ってくるかによって、実は飛び出し具合というのがどっちに行くかっていうのがずらしが変わってくるんです。なので宮という文字とか、それから富という文字、これなんかは文字の中心に出てくるので、これは右に飛び出てきます。で、さらにもっと顕著というかですね、分かりやすい例なんかだと、このパーツが右にずれるパーツ、右側に位置するパーツというのがあります。それがですね、この服という、この服も服なんだけれども、他に示す辺の服とかもありますよね。こういった時なんかはむしろもっと顕著というかですね、もっと分かりやすくて、これ左にずらしちゃうと、明らかにちょっと変な形になっちゃいます。なのでこれは右側に位置するので、今度はこれが右側にこうずれていった方が、作りの邪魔をしなかったり、こっち側余白が空いているので、こっちに張り出していった方がいいよねっていうことで、この服という文字とかですね、あるいは、他に、これも服という読み方ができますが、幅とか服とか、こういった文字なんかも、文字の右側にこう位置されているので、右側に今度ずれていきます。なのでちょっとこういった形ですね、むしろイレギュラーというふうに考えていただいた方がいいのかなと思うんですが、基本的にはこういった四角形2回繰り返される時というのは、文字の中心に来るときですね、他に宮ですね、ちょっと書いてみると逆パターンで見てみると、ちょっとこっち側にこう引っ張ってですね、こんな形で書いていくと、こう見てみると、左に飛び出してるとか、むしろ中心感揃ってるんじゃないかなっていうぐらいなんだけど、左に見えてしまうんです。こういった目の錯覚とか視覚的な問題が出てきたりするので、これをむしろ右側にずらしてあげた方が中心に見えたり、文字の収まりとしてなんかうまくいったような形になる。ちょっとこれだと右きの方がちょっと強いですよね。なのでこういった形にしてあげた方がなんか文字としてはしっくりくるよねっていうようなことが起きるんです。なのでこのずらしのテクニックというかずらしの理論、文字の中心にある時と文字の右側にある時には基本は原則として右側にずれるというか張り出しが強くなるっていうふうに考えていった方がいいかもしれないですね。右側にずれるというと完全にこうずらしすぎてしまうのでこのずれは良くないですよね。なのでずれというよりかは張り出し感として右側が張り出すっていうような感覚かなと。ある程度上と揃ってるというような形で右側が張り出す、これが原則になります。で文字の左側ということになってくると今度はちょっとこの右の張り出しを抑えるということになってきますので、この文字の中でどっちに位置するかあるいはどこに位置するかをしっかりと意識して書いてあげると文字のずらしのポイントがしっかりと書いてできるかなと思います。で他にですね、この服という文字見てみるとこの左側ですね、活字体と比較していくと違う点としては立刀ですね。まずこれ左側の立刀ちょっと長くなっているのでこれ短めに少し取ってあげた方が良くなります。で右側の長さをしっかり長く取って、この高さですねしっかりと長くもっと長くしてあげる。左よりもしっかりと落としてさらに右よりも高くする、左よりも高くする。全体的に、この高さですね右側の立刀の高さを長くすることが、この文字をかっこよくする大きなポイントになってきます。ただこの立刀のうちの左側に関してはそんなに長く引っ張らない方がむしろかっこよくなってきますので、この辺りちょっと意識してずらしのテクニックと立刀の長さ意識してあげるとすごくこの文字かっこよくなってくるんじゃないかなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録ポチッとお願いします。僕のことを応援していただける方は概要欄の公式 LINE にて友達登録もよろしくお願いします。それでは良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。